エメラルドの書に曰く、かつて黄金の時代があり、白銀の時代があり、青銅の時代があった。そしては完全であらねばならない。創生の光の中、歓喜に包まれた地、十二の精霊によ、十二の美しい蝶、全能なる唯一神、我らは美しく、それがあなたの御心に沿うんですが、そして彼のワトスよ、どうかお願いです。どのようなこの衰え、もはや リアンナ、元気？どうしてだろうな、今夜に限って。俺にはお前のような予言の力はないはずなのにな。リアンナ、アルサル、何ぼーっとしてる。おちょっとな。どうせリアンナの心配だろ。妹離れしないのもいい加減。うるさい。で、どうだった？聞いて驚くな。イノシシがうようよいるぞ。それじゃあゲールの戦士団に始めさせろ。こっちに来た奴らは俺とお前で。うん、任せとけ。チュートリアルを受けますか？よし、戦いの基本は獲物は逃げやす。属性愛、この地に生きるもの、例えば同様にして地と火、他の相関として、また属性の相関関係。さあ正々堂々と勝負しろ。戦士継承、戦士継承、前よりもまた距離婚、モルガンのような弓、また、ただしより活躍する。
戦闘で例えば他の仲間たちに戦いを重ねる。その総量は攻撃時に表示されるエンスキルの成長。
鍛えてやるぞ。俺たちは勝ち続ける。これからもずっと。やったな、これで当分食べ放題だ。どうした？浮かない顔だぞ。なんだろう、今夜はずっと変な感じがするんだ。村をこの辺りで誰が襲ってくるって言うんだ。私たち分からない。山賊でも出るのか。帝国の連中は港のそばにしかいないし、私たちとは同盟してるんだ。分からない。これは一アロサル。待ってろ、すぐに。ディアンノ、無事でいて。行ってらっしゃい。リアンのお姉様は行かないの？キノコ狩りに行くの、あんなに楽しみにしてたのに。うん、今日はね、私村にいなくちゃいけないの。今夜は伏線？夜空をずっと眺めて、お星様が教えてくださった運命を見定めなきゃいけない日なの。ゲール、そうなんだ。お星様見てなきゃいけないんだ。ごめんね、私が勝手に今夜行かなきゃなんて。キノコ、本当は兄様たちが村に戻ってきてから。おー、残念。でもでも、今すぐ出かければいっぱいキノコが取れるよって。今夜出かけることはすっごくすっごくみんなのためになるの。だからね、急いだ方がいいよ。私の分までいっぱいキノコ取ってきてね。うん、わかった。ねえ、それって赤星様のお告げなの？もちろんだよとにかくみんなのためになるのは本当に本当だよ。そっか、赤星様のお告げなんだ。でもキノコのことは、ひょっとして外れちゃったら、赤星様じゃなくてリアンのお姉ちゃんのせいにしといてね。うん、変なの。でもリアンのお姉様の占いは外れないもん。そんなことみんな知ってるようだそうだったよね。ほら、もう行く時間だよ。急がないとはぐれちゃうよ。はい、みんな気をつけてね。暗闇の中に消えていく村人だ。これで夜が明けぬうち、それで手の中に潜ませた。兄様もいつもそばにいてくれるに。だから忍び寄る不安や恐れに、そして心を澄まして。それは赤星様、真実を明らかに。とても清らかで誇り高く、小さな頃からずっと
多分そんなにも星に惹かれたのは、生まれつき私に備わっていた星の流れを読んで、この先起こることを占うことが、兄様によると確かに星々がわずかに瞬く。お願いします。ずっと見つめ続けてきたこの危難を乗り越え、手をぎゅっと皆に訪れる私だけで終わりに。私は何度も暗闇の向こうから規則正しく地面を踏み、途端に小さく、でもどうか夜空に小さくつぶやく、私は決して逃げ。我は神聖帝国首席司祭ドルーン。心して聞くがいい、満足度。この里はたった今から我らが栄えある帝国の支配下に入った。意義がある者は直ちに進み出るがいい。全ては互いの剣と力によって決定されよう。沈黙か。物分かりの良い奴らだ。隠れている者は出てくるがいい。この里は我が軍団によって完全に囲まれている。もはや逃げ出すことは何人たりともかなわん。長はどこか。兵ども何をしている。さっさと蛮族どもを引きずり出せ。逆らう者は。ドルーク様、誰もいません。お抜けのか。村の周囲にも森の中にも見当たりません。なんだと。よくさ。兄様たちは狩りに出ていて。知っている。男衆が見、貴様らの厄介な戦士団がいない。そうではない、小娘。残って、その中に貴様ら一族の長がいたはずだ。村のみんなは少し前に出かけました。夜明け前の暗闇の中を皆で出かけ。もう一度聞く。嘘じゃありません。村に残っているのは私だけで、父様が亡くなって以来、今は兄様が一の戦士として皆をまとめています。なんだと。族長の娘と言ったか。ならば貴様の小娘、命が。それは無理です。考えてかと言って。だとしたら、ならば。真夜中で、すなわちそれ精神なんと。私とこの村、どうしてこのような。そんな我らが九州を交わしたその余地の力、蛮族の娘が持つにしては、我は今さら。まさかと。数百年を。お前こそ。なぜ。我が主の目、そこで我は知った。隠され、忘れ去られるままだった古代の伝。なんてこと。今や我は大いなる災厄、世界を破滅させる秘密。私を生贄だ。我が帝国の予言にある黒き忌まわしきもの、妖精王の血筋には、奴を呼び起こす力があるのだ。悪しきことをなすために命を捧げようというのですか。そうだ。全ては大いなる災厄を引き起こし、世界の破滅を早めるため。破滅を迎える世界で我が支配。できません。逆らえると思っているのか、小娘。私には私の意志があります。嫌ならどうするというのだ。
私は手の中顔を上げ、赤星さん、もう少しだけ顔を上げて。ほう、だがな、すべては無駄だ。貴様がそれの使い方を誤っているせいでな。刃物とは他者に突きつけ、その恐れと怯えを存分に楽しむもの。殴ることに飽きれば肉を引き裂き、吹き出る熱い血潮を浴びるためにあるものだ。このようにな。兵よ、連れてこい。道ではぐれてしまったようだな。なんたる巡り合わせ。どうした、ここまでは予見できなかったようだな。諦めるがいい。もはやこれはお前ほどの力があれば、これが避けられない運命だととうに分かっていた。声にならない悲鳴が上がります。絶望。さあこれからどうする。最後まで運命に抗おうというのならば、その喉を突き死んでみせるがいい。だがな、残された子らは簡単には殺さぬぞ。この指を、枯れ枝を折り取るように一本ずつ折り取っていけば、どんな声で泣くだろうな。やめてください。どうかお願いです。子供たちには触れないで。私は泣きながら叫びました。ごめんなさい、ごめんな。一人でに言葉が漏れます。私のせいで最悪を招いてしまうとしたら、どれほどの人間が迷惑を被るのでしょう。どれほど謝りの言葉を重ねても許してはもらえないでしょう。すべては貴様次第だ。我が命令に従うのなら、こやつらの命は保証してやろう。貴様自身の代価も一族には支払ってやろう。どなさい。私はとても弱いです。こんな企みに加担してしまうくらいなら、自ら命を絶たなければならなかったのに。でも私には子供たちを見捨てることが、どうしてごめんなさい兄様。留守を預かっていたのに、こんな妹でごめんなさい。手から力が抜け、矢尻が地面に落ちました。それでよい小娘。我に従うというのなら、心中の証を示すがいい。そんな仮初めの名前など意味を持たぬわ。貴様の力の源、魔力の源たる真実の名前を告げるのだ。死して運命を改変しようとした貴様に意志の自由などくれてやると思うか。名前を差し出した瞬間、貴様の心はいてついて死ぬ。我の言うなりの人形となり、その魂まで我が奴隷となるのだ。生贄として忌まわしき者に貪り食われるその時までな。あなたは約束しますか。あなた方の神に誓ってこの子たちに手を出さぬと。
我が神聖帝国の名誉にかけて誓ってやろう。そうですか。私は赤星様、もうここまでみたいです。精一杯頑張ってみたんですけど、私にできることといったらこれくらいしかありませんでした。もうお星様を見ることはないでしょう。目を閉じ、私の名は。エメラルドの書に曰く、かつて黄金の時代があり、白銀の時代があり、青銅の時代があった。深淵の中、まどろみながら、そしてそうは、だが、今回、や、ウィル、きっと、そうか、そろそろ。制約の民よ、俺はもう悲しまない。お前たちが掟に従い、共に立ってくれたから。制約の民よ、俺はもう振り返らない。奪われた妹を見つけ出す、この
制約の民よ、俺たちは進み続ける。ああ、始まるんだ。私にはわかる。見えるよ。人間と共に暮らし、限りある生を得た今だからこそ、鮮明にね。では、お前はすでに。悲しむことはない、友よ。無に帰したわけではない。ただ拡散し、混じり合い。もはや帰る家などいらぬ。見るがいい。我らが怒りの炎。制約の民は、これより帝国に戦いを挑む。我が妹を取り戻すために。行こう、制約の民、ゲールの民人よ。我らは間もなく君は、そして我々の血と志を受け継ぐ者たちに、君は出会う。僕分かってるさ。それもちろんだ。我々が出会ったあの日、千人が一人になるまで戦い抜こうと心に決めたあの日から、我が魂は澄み渡り。それはこのアローンとで同じことならば、志ある者と再び共に戦おう。我が友アローンに私は先に行く。早く来るがいい、アラト。かつて黄金の時代があり、白銀の時代があり、青銅の時代があった。そして石鉄の時代、我ら人間の時代も間もなく終わる。鍛え上げられた鋼の剣はもはや鮮血ではなく赤錆で覆われ、朽ちて目先の金儲けにしか興味のない元老院の連中にも、愚かな蛮族どもにもは輝かしい黄金の時代が遥か昔に滅び去ったように、それは必然なのだ。金から銀、そして銅から鉄、世界は古代の知恵は失われたまま、取り戻すことすら叶わず。だがそんな我々の拙い予言の技で、アローン、それが没落する世界、予言はこうも告げた。深淵で死に、アローンよ、貴様の復讐だ。目覚めるのだ、魔王アローン。我は貴様と取引を望む。没落が必然なればこそ、我はそして共に世界の王となり。さあリアンノン、お前も願うがよ。出したお前を、恥辱にまみれたお前を、この世から消し去ってくれる存在をな。気分は古代王国アルビオンの継承者、妖精王プイルの末裔である巫女。この世界そうであったのは昔日の話、今となっては我が意のままの
くれ。どうだ、これから生贄の槍となる気分は。生きながら喉を裂かれ造語だ。さあ、今では操り人形、さあ没落する世界の手向けに、この白い、そしてこの私に。アローン様、アローン様、アローン様、どうかお目覚めください。拝む王か、よくも生きながらえていたな。どこにいる、姿を見せよ。おい、早く蓋を開けろ。これは気づきませんで。ご気分はいかがですか。最悪だ。俺はどれくらい眠っていた。千年ほどでしょうか。良い夢は見ておられましたか。さあな、どちらにしても忘れてしまったさ。太古の共同墓地か。アルビオン島じゃない。はい。俺が死んで葬る、まさか。ご安心ください。今ただいろい、手短に済ませろ。結論から言えば、アローン様亡き後、盟友プイル様があの島、アルビオン建国の父ヨース以後、お人間たちはさらに。では、残念ながら現在アルビオン島やエリン島に住んでいる連中は、彼らにアルビオン王国のことを尋ねても、神々の作りたもうた伝説、かつて彼ら人間こそがその王国の担い手であり主人。そうか。ま、300年も持てば。大陸の方はどうだ。千年も経てば奴らも十分に増え、大陸中に広まったんじゃないか。アルビオン王国の崩壊後、大陸でも現在でも。ならば良いではないか。ですが、神聖帝国と。神聖帝国。今アローン様がお考えになっている最悪の事態が。では、今回の敵は人。そうなります。なんて時に目覚めればなら。アローン様は本来目覚めるはずはなかったのですよ。神聖帝国はあなた様をアルビオン島の墓所から運び出し、永久に封印する予定だったのですか。ですが、様々な偶然が重なったせいで、彼らの思惑とは逆に目覚めてしまう結果となりました。これも時が満ちたということなのかもしれません。夜明けにはほど遠いこの時期が。夜明け前の暗闇にこそ星は光り輝く。かつてあのお方、あなたの父君も申し。そうだったな。確かに奴ならそう言っただろう。いずれにせよ、戦いは始まるのだ。ならば、あの非力な猿どもがどれほど力をつけたか見てやるのも一興だ。行為。では行くか。扉の向こうで俺を望んでやまない愚か者が待っているようだしな。どうかお気をつけください。心配無用だ。
アローン、貴様が望む絶対的な破滅を、さあ目覚めるがいい。なぜだ、なぜ目覚めぬ。いや待て、あの音は何だ。魔導士ども、衣装をやめ。血を這う虫けらよ、糸高き玉座にあった私をなぜ起こした。古き闇をしとねとし、魔王アローンよ、我が貴様を、さあ貴様がこれから傷、貴様がと喜んで取引に。どういうこと。これ以上のと、なんだ。これどうしたことか。キャツが取引に応じぬ。おそらく。それで拝む。もちろん私、ハローン、抜け抜けて心にも、私を茶化の者への態度、それは俺はいつの間にこんな存在に。待つ、それだけと。かつての我々も、それに。うるさい。それで待ちぼうけを。私もそう。わかっ、生贄だ。貴様は生贄。拝む。受け取るがいい。古代王国アルビオンの、これ以上の生贄はあるまい。おい、やはりそう、予言をよくし魔導に秀でたエリン随一の術師だ。注意深く隠されていたので表に出ることはなかったがな。見かけは万人のものだが決して嘘ではないぞ。血す、そんなことは分かっている。ならば血をすすり臓物を喰らい、その魂まで我がものにするがいい。言われるまでもない。おい、聞こえないのか。シンリス、私は糸高く清らかな。私は唯一の絶対者に。私はあなただけに従属し。オガン、それでは俺のしたことは全て無駄だったのか。我々は敗北したのか。これはどうか。楽しい趣向だ。ディアンヌ、魔術を愛、この娘はおかげで
どうだ、今なら命令我はこのような奴隷手始めに何恐怖と暴ただ強いさあどうしそうだな貴様何者だ名を名乗れこいつ、ひるむな回り込め取りさせるかドル何事だ祭祀が終わるまでは何人たりとも入ってはならぬと命じたはずだあんたの問いに答えられる奴はもう残っていない誰だ俺の名はアルサル、ヘール族の一の戦士この城に妹が厄介になっていると聞いて迎えに来たおお、お前がアルサルか知っているぞ、リアンノンの兄失われたアルビオンの王党の一人大昔のことなど知ったことかそこの大賢者殿がかつてそんなことを言っていたような気がするがさあ妹リアンノンを返してもらおうかそれはできないこの剣にかけて誓約を果たすのみゲール族の一の戦士の誓約とは族長の剣となり盾となりリアンノンは今は亡き族長の娘我らが部族ではてさて貴様ら帝国とは父の代からの付き合いだ知らなかったとは言わせぬ貴様らは我らが掟を知りな先生とこの卑怯者と俺は我らは故郷を捨てそして父祖の家もはやさあ正々堂々と万族がこの娘の代価は十分噂くらいは耳に元老院議員とそれに抵抗果てはこのそんなものいるかボケいいかああこれ以上話すことがお前に殺せると二人くらいおふ二人ってのようです、ならばやってみるがいい我が支配下に入ってなんだとお前の妹はいくらおくそまずいな確かに面白いしおい、起きろ、小娘。起きろ。聞こえるみたいだな、小娘。リアンノンとか言ったか？どこから何か聞こえる。知らない男の人の声だ。あの恐ろしい祭司様の声でもない。さっさと起きろ、マヌケ。やっと気がついた。あの、そう。アローン様。ほら。ごめんなさい。本当の名前を言ってしまったら、途端に目の前が真っ暗になってしまって。たく、力を使う。ろくでもない奴に知られたら最後。そうですね、兄様が。それから。脅されたのか？兵隊が怖くて。お？でも私。お前、でも。やつ、そのあたりは、はい。
じゃあ大丈夫。要は気合。でも迷ってる場合か。早くしないと、いくら名前を俺の目と見。死にたくなければどれほど。さあ妹。くそ。兄様、助けに来てくれたんだ。お前に和をか。このままではな。さあ願い。クロウン様、早く逃げてくる。私本当の名前、兄様に助けリアンノンは。ごめんなさい。お前のせいじゃないだろう。静かに。しばらく黙った。一体どうしたんだ。とっくの昔に諦めたのかと思った。言ったろ。頭の上から ささやくような声でしたが、ちょっと怒ってるみたいだったの。意味はあんまりわかりませんでした。さあハロウィン。よせ、やめろ。もはや奴、いいだろう。まるで嵐の前ぶり。やめろ、やめ。兄様の姫。ひときわ。さあな、手が…でもまあ、そう悲劇には。どけものよ、その時に。なんと、ドルーク様が。大いなる災厄が。破滅が来ない。終わりだ、何もかも。復活が早い。現在のあなた。さあ、やっぱりそうだ、同じ。俺は何も答えて。おい、なんだ、まあ、妹から離れるんだ、リアンノ。兄様、どうして。そいつが魔王だからだ。そこの祭司が呼び起こそうとしていた。分かってるのか。そ、本当なんですか。まあ、だったら。おい魔王。なんだと。威勢だけはいい。だったら。おう。だったら。バカにして。ならた。私、魔王様のお嫁さんになります。はあ？
なんだろう。よく似合ってます。こら兄様。ダメだダメだ兄様。もちろん。じゃあ私。もちろん。だったら。そ兄様。それは。だったら。あ、いや、ちょ私は。まあ、その、なんだ、うん、よし、兄ちゃん。兄様。兄ちゃんはお前の妹よ。私はやけになってもないし。わかった。噂に聞くエリンの嫌です。なあ、うるさい。俺の歯とにかくアローン様とのこと。私兄様とにかく嫌です。そまだ十分だ。おい。は？ああ。ほら、上等だ。わかった。について敵味方敵対するこれをうまく利用。追っ始めるぞ野郎ども。せや。魔法ですが、魔法はその他に、ただし正気
からだ。 まだ甘いわ。 負けませんぞ。
やったか。いや、ちひたみつ皆さん、おい、お、よし、はい、オガム、通路の方は任せる。